復習。どうもこんにちは、篠原です。今回は勉強復習が9割ということで、受験勉強成功したいんだったら復習やりましょうということで、今回ではこれ以上です。ご視聴お疲れ様でした。としてもいいんですけど、いきなり9割で言われても納得ができないと思うんで、じゃあその理由を話します。これまでですね、篠原の動画ではまあ気持ちの問題、やる気出すとか、あるいはやる気こそ大事、モチベージが大事、いろいろ思ってると思うんですよ。なんかその気持ちでね、なんとかなるんじゃないかとか、根性が大事だ。で、これ確かにそうなんですけど、正直そんなすぐ変わる？篠原の動画見た、こうやったらやる気出るぜっていう動画見た、変わりました。それで劇的に変わった、多分あんま変わってないでしょ。正直よし、ためになったと思って、その日は頑張っても翌日から忘れるはずなんですよ。人間っていうのはホメオスタシスって言って、昨日と同じ今日を歩みたい、そして今日と同じ明日を来ることを望んでるって生き物なんです。変化を恐れる生き物なんで、篠原がどんなにいいことを言っても、この教育の天才である俺の動画を何度見てもおそらく全然心響いてないんですよ。だからここはね、無理です。そんなすぐ変わるのは、メンタルがダメだったらじゃあテクニックはっていうことで2つあるんですね。戦略と戦術、もう篠原の動画腐るほど言ってきて、まあ、戦略っていうのは時間の配分、まあここは本当は資源の配分なんですけど、受験生にとっての資源とは時間なので、この時間の配分。ところが、まあ、篠原はね、この戦略立案やっています。そして篠原の戦略立案を受けてる受験生というか、受けてるやつは基本的に成績上がるんですよ。だって最高の時間の使い方ができるんだから、最もコスパのいい、最も容量のいい勉強ができるんで、で上がるんですけど、この動画見てるおそらく大半のやつは戦略立案俺に頼んでないでしょ。で、多分今後も頼まないやつばっかだと思うんですよ。まあその隙に俺の塾生の成績上がってくんで俺はいいんですけど、まあ多分ね、この動画でこれだけ言っても多分これを俺に頼むってやついないと思うんで、ここもとりあえず保留。あと残ったのはここ、戦術って何かっていうと実行段階ですね。言うならば、まあ戦争においてはですね、よし、ここに兵隊をこんだけ割こう、ここに兵隊をこんだけ割こうっていうのが戦略で、一人一人がどれだけ戦えるか、銃の腕がうまいか、これがまあ戦術ですよね。なんですけど、まあいわゆる実行段階で、この実行段階しか多分この動画を見てあなたは変えられないはず。心も変わらないし戦略もないんだけれども、実行段階は変えられるならば、ここの勉強、普段の勉強の9割を復習に割くと、これがもうぶっ刺さりです。勉強というのはもう復習が9割、残り 10% はまあ新しいことを習うっていう段階ですよね。で、この習ったことを9割の復習で確実な暗記に結びつける、これがもう成績上がります。もうこれが一番上がるというのがこの動画の言いたいことなんですよ。で、これね、学校の授業を聞くという行動は自分が何かをできるようになることとは別なんですよね。もしあなたが学校の授業を聞いて、なるほど分かったってなるんであれば、まあそれこそサッカーとかのね、実況中継とか聞いたりとかしてたら、もうサッカーのプロと同じ思考回路でサッカーができるようになるわけですよね。そういうの聞いても何にもならない。数学だ授業もそうじゃないですか。学校の授業の先生にこれはこうやで、これはこうやでって言って50分とか習って、はい、じゃあ何かできるようになりましたか？なってないんですよ。ってなった時に、それを自分のものにするためには復習しかないんです。この復習にとにかく時間を割いてほしいというのがこの動画で言いたいこと。もう勉強っていうのはこの復習に伴う暗記、もうこれがもう合否を左右する、結果を左右するところなんですね。もう篠原の塾生に対しても、もう覚えろと、とにかくいいから覚えろと。勉強頑張らなくてもいいし、根性出さなくてもいいし、別に俺の塾に入り続けなくてもいいから覚えやがれって言ってます。そしたらどうなるかっていうと、成績が上がるんですよ。だから、まあこの動画見てる人はとにかく復習やってほしい、覚えてほしい、昨日よりも前進してほしいと。さっきも言った通り、人間にはホメオスタシスがあります。ほっとくと昨日と同じ今日、そして今日と同じ明日が来ます。そうするとどうなるか、昨日と同じ進歩してない今日があり、今日と同じ進歩してない明日があるってことは、一向に成績は上がらないです。で、その隙に俺の塾生みたいなやつ、こうやって戦略を立てて、まあ、こう覚えなあかんぞみたいなこと言われて、いやいや覚えさせられてるやつとかがぐんぐん成績が上がっていって抜かれるんですよね。っていうことになりたくなかったら覚えやがれっていうことでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。